時刻8時14分回りましたさあ水曜日のこの時間は美味しい旬のお野菜を使ったオリジナルのレシピご紹介しています今週は春菊ですまああの今ちょっとお野菜が高い中ですねどのお野菜にするかっていうのはもう本当にちょっと心苦しいところではあるんですけれどももしも高かったら安くなってからしてくださいもう別に今っていうことではないんですけれどもたまたまですねうちの近くはその日は春えー、っと春菊が ちょっっとは買いいやすす値段だったんですよよしやってみようと思ったんですけどやっぱ地域にもよるみたいなんですよねいろいろ調べてみたらさあ春菊本来今がちょうど旬なんですけれども実はですね緑黄色野菜の中でも β カロテンの量がすごく多いお野菜なんですよあんなペラッとした感じなんですけどね。春菊に怒られそうでですね,ねでも あのベータカロテンというのは皮膚とかあと粘膜を保護したり風邪の予防とか肌荒れにもとってもいいと言われているもうすごい体のことを助けてくれる栄養素なんですね。ですごいんですあの春菊はですね他にカ,カリウムとか食物繊維もありますしあとミネラル分もすごく豊富でとってもバランスのいい実はお野菜なんです。なので ぜひ皆さんにたくさん食べていただきたいんですがどうしてもですねなんかお鍋にちょっと添えで入れるとかそれぐらいが多いみたいですね実際にはあの例えばほうれん草を使うお料理を全部春菊に変えることとかできます香りがちょっとありますけど例えばごま円にしたりとか茹でてポン酢かけて食べてみたりとかそういうのでも全然 OK なんですね。であの独特の香りはですね実はあのリラックス効果があると言われています。 ま、精神とか自律神経を安定させてくれて、あと食欲増進とか胃腸の調子を整えてくれるなんていうのもありますし、咳を鎮める作用もあるなんていうのも言われてたりするんですよ。はい、なんかあのお気づきかと思いますが、喋ってると鼻が詰まってくるという。も <laughs> う本当にすいません。 ちょっと苦しい私が今一番食べないといけないお野菜の一つでありますが色が濃いものを選んでくださいねで葉先までやっぱりシャキッとしているものがいいですで茎の部分は細い方がいいんですね柔らかくて美味しいですで葉っぱの部分はこうギザギザになってるじゃないですかこれが浅くって葉っぱが広いタイプが苦味や香りが穏やかで 切れ込みがこうキシュッシュッキュッシュッとこうシャープに入っているものの方が風味が強いと言われております。ちょっと選ぶ時見てみてみください実はねそうやって見てみると同じ束でもこうあちょっと表情が違うなっていうのがあるんですよ。見てみてくださいね。であの理想は立ててできているお野菜なので。まあ、でもなかなかちょっと難しいかと思いますね。なるべく使い切る 心がけてくださいね。で今日はですね、パスタにしてみました。で先週も使いました白味噌を使ってのパスタです。あのニンニクと鷄の爪とオリーブオイルだけで作作りますペペロンチーノっていうのがありますよね。であれはですね、もう塩加減一つで決まるので、ま簡単そうで難しいパスタの一つなんですけど、それをちょっとアレンジしまして、あのそこに白味噌を加えてみました。 はいなので同じように作ってくださいにんにくをこうスライスしていただいて鷹の爪ちょっと1本入れてお多めのオリーブオイルで香り出しますよね。でそこにちょっと味が出るように豚肉を少し入れています今日は。で 私はですね先週ご紹介した時に買った豚肉のロース肉がまだ余ってましたのでそれを使ったんですけどあのそんなしっかりしたお肉じゃなくても豚の細切れとか売ってるじゃないですかそれをちょこっと入れていただいても大丈夫ですお二人で 100g ぐらいで大丈夫ですかねでそれをささっと炒めていただいて茹で上がったパスタをちょっと入れてそのパスタを入れる時に例えば茹で上がりが7分のパスタだったら6分。 とか五分半で揚げていただいてお鍋ってかフライパンの中に入れますよねお肉炒めたでそこに茹で汁を大さじ一2杯と白味噌大さじ一杯入れて溶かすんですでそのお汁を、まあ、出汁をあと一分ぐらい茹でないといけないパスタを一緒に入れて吸わせてくださいで最後春菊をドサッと入れていただいてささっと混ぜていただくと春菊はそのまま生でも食べれますので ちょっとしなっととなったぐらいで完成ですはいあの炒めすぎるともしなしなになってしまいますので是非たくさん春菊を入れていただいてですね春菊の香りとで白味噌がほとんど食べてみたら分かりませんでもあすごい今回のペペロンチーノ成功した っていう味になっていると思いますパスタ茹でるときは必ず塩を入れてくださいもしもお塩を入れ忘れたとしたらソースの方にちょこっと塩を入れてください、はい、なるべく塩分は控えめでお願いいたします さあ春菊は皆さん普段どんな風にして召し上がっていらっしゃいますかおいしい食べ方あったら是非今日も教えてくださいメールは kei=obc=1314.co.jp ファックスは大阪06・6577・0301でお待ちしています。